はい、今回はですね、ウェブスのリバーブについてご説明したいと思います。で、ウェブスについてくるリバーブでですね、とても高音質なのが、この、IR ですね。で、ここで今フルステレオにしておきましょう。こんな感じの立ち上げ。で、これだけでですね、もうリバーブがかかってくれるんですけども、聞いてみましょう。深いですが、まあ、リアルな残響が得られます。で、これはですね、IR っていう、こう技術で、今までのリバーブっていうのは全部パソコンに計算させていて、ある意味本物の響きじゃなかったといった感じなんですけども、これは実際のこうホールなどの残響を録音してこうシミュレートされたといった感じですね。で、今深いのはドライウェット。こちらが 100% になってるからですね。これを下げていって、こういう感じで使えるよと。で、ロード押してあげると、まあ、プリセットが入っています。ホールルームスタジオプレートですね。はい。で、この4つ、何かこう少ないと思ったらですね、これ実は増やす方法がありますね。このウェブスのホームページ、ここですね。このリンクの方はブログの方にも貼っておきます。で、このページに行ってですね、この IR ディレクトリ、ここをクリックしてください。で、このようないろんな残響をですね、無料でダウンロードすることができると。かなりの量がありますね。この、じゃあ、ダウンロード方法とインストール方法をご紹介したいと思います。で、ダウンロードなんですけども、ウェブスのこう商品を購入して、1年以内の方は無償でできます。アップデートプランという、これは年会費を払っている方ですね。だと、このページから無料でできるといった感じになります。で、まあ、こう、たくさん見ていって欲しい残響が見つかったらですね、まあ、全部片っ端から、まあ、ゲットしていくのもいいかなとは思うんですけども、じゃあ一番上のビッグオールにしましょう。クリックをすると、はい、こんなのが出てきて、ダウンロードボタンを押します。でこの際にログインしてくれって言われるので、ここでですね、登録したものを ID とパスワードを入れてあげるという形ですかね。こんな感じで入ります。でログインしてあげると、これを一個一個繰り返していくわけですね。でダウンロードが終わったらですね、今ダウンロードしたものを開いて、ダブルクリックして開くと、はい。このフォルダーができます。で、このフォルダーをですね、アプリケーションフォルダー、Waves の中にですね、Waves プラグ、こちらの中の、アコースティックネットインパルス、この中に入れてあげると。もう一度、これを立ち上げ直すとですね、このように、今入れたものが出てて、すぐに使えると。こんな感じですね。で、Windows に関してはですね、C ディスクの、こっち、32ビットの方ですね。のプログラムファイル。この中の Waves。そして、プラグインズの、これですね、アコースティックネットインパルス。この中に入れてあげると。いった形で、使用ができます。こんな高音質なものがですね、さっき見ていただいたようにたくさんありますんで、ぜひ、ウェブスを買った方はですね、リンクからダウンロードして、どんどんこうライブラリー増やし、いろんなリバーブ試してみてください。で、リバーブに関しては、僕、ここをちょっとお伝えしたかったっていうのが大きかったので、説明はこんな感じで終わらせていただきたいと思います。ありがとうございました。